大阪府立泉美高等学校は大阪府堺市堺区にある公立高等学校。前身は府立5番目の高等女学校だが、源流は明治初期1874年に開設の旅行場で公立の女学校として大阪で2番目に古い歴史を持つ。明治政府の学生発布2年後の1874年5月、堺県により裁縫を教える。 堺女工場が、開校神社に設置された。大阪府が1886年最初の府立、女学校、大阪府女学校を設置する12年前で、この堺女工場を創立として、泉明高校側は2000年4月、神社の境内に、大阪府立泉美高等学校発祥の地の記念碑を建立しているが、創立の年については、堺県ではなく、 堺市による高等女学校へ改編された1900年としているため2番目となる。また、堺市から大阪府へ移管された経緯があるため、府立では5番目となる。なお、境内には同様に大阪府立三国岡高等学校発祥の地や、堺の幼稚園教育発祥の地の石踏みも混流されている。府立堺工場は、 太平洋戦争後の学生改革により1948年新生の高校に改編。以来、家庭、学科は全日制普通科のみである。学校側は大阪府内でも有数の伝統校として伝統に培われた教育力により、鍛える、極める、ながる、描くの4つをキーワードに志の高いリーダーを育成することを 使命としている。また、大学進学について早い段階から意識させるため、1年生の6月に、文系と理系の分離選択を決める、第1回の希望調査を行う。最終的な決定は11月だが、十分に考えてもらうためにも、きっかけとして6月に一度実施。また、判断材料とするため、入学直後4月、1年生に、 大手予備校の河合塾の適色診断プログラム RCAP14s も受験させている。1874年5月、堺県により設置された堺旅行場を母体として、1888年、堺区が大阪府堺区社の町東一町に堺区立女学校を設置。1月28日、大阪府知事が出席し、開校式を行った。 翌1889年、市政志向により、堺市が誕生。また、この年に交付された、直例高等女学校令に伴い、翌1900年に、高等女学校に昇格を認可された。この年、2月に、大阪府知事、菊池忠二が、大阪府教育中可燃計画を策定。都心部の中等教育について、府が、旧正中学校。 高等女学校の普通教育学校を大阪市は商業学校など実業学校を設置することに決まった。このため、府が負荷の工場を一元的に運営することとなった。この方針により1912年4月、大阪府へ移管され、大阪府立堺高等女学校に改称された。太平洋戦争後の1948年学生改革による、 新生の高校への改変に伴い、公明も女一文字を削除しただけの大阪府立堺高等学校となるが、公明が重複する大阪府立堺、中学校側との間で調整が難航。結果的に両校とも公明に堺をつけないことで合意し、当校の公明に堺の別称の一つ、泉明が採用された。なお、 同様の不立の旧正中と公助との公明重複は8事例あったが、公助側が譲らなかった唯一の事例となった。原因の一つに、旧市街と旧村を明確に分ける境の官護都市としての性格があり、境公助は市の中心である官護内に、境中学は官護外に立地していたことがあった。体育大会では一年生から三年生の全クラスを、 おのおの四つの段に振り当て、その四つの段で点数を競い合う。毎年、体育大会の2ヶ月ほど前に有志を募り、各四つの段ごとにダンスを披露する、新団体競技を結成する。クラブ活動を休んではいけないというルールのもと、診に加入した生徒は、部活と両立させながら練習。また、各段ごとに、演弾も結成され、 主に自分たちの団を応援する役にもある。演団長は自分たちの団のトレードカラーの色のつなぎを着ることが慣例となっている。2016年公開の映画、瀬戸うみの撮影ロケ現場となった。なお現在の校舎は半世紀前1960年代に建築されたままで旧体新基準の既存不適格であり、震度6強の揺れで倒壊の恐れがある。 このため2005年度から改修を行った政治行政学者文芸芸能スポーツありがとうございます。